私たちは愛という名のもと、親しみを込めてブラザーと呼び合っています。よーブラザー、しらせゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日もね、ちょっと攻略動画いっぱいあげようかなと思ってたんですけども、今日はちょっと違う話です。皆さんすいません、がっかりしちゃいましたね。はい、僕はですね、AKM というクラン、悪魔っていうね、ちょっと香ばしいクランの名でやらさせてもらってるんですけども、このクランで、もう毎日レードやってます。今いるメンバーすごい優秀な方が多くて、僕なんかより上手い人がいっぱいいるんですよ。もう大体この方は、ね、僕より上手いし、この方も僕より上手いし、この方も僕より上手いしね、ここら辺の方もちょっと僕より上手いですね。はい、ここら辺の方はもう結構ダントツで僕より上手いんですけど、はい、ってことで何が言いたかって言いますと、レイド人足りてない人いましたら、悪魔クランの方出張します。はい、出張させていただきたいです。なんでかって言いますと、結構このクランメンバーだけで行ってもう、2パー3パーぐらいで結構毎日回してまして、もう普通にクリアできちゃうんで、どっちかというとその新しい他のクランの方とか、例えば僕たち2人しかいないんですとか、クランメンバー一応いるんですけど5人ぐらいしか集まらないんですとか、4人しかいないですとか、そういうのがいたら、僕らが例えば6人出張、4人出張、ね、3人だけお返ししますとか、そんな感じで交流会開きたいんですよね、もう毎日。もし人足りてなくて困ってるとか、レイドクリアしたことがないんだけどちょっとクリアしてみたいとか、そういうのがあればぜひお手伝いさせてください。なんだろう、例えばキャリーするとか、そういうなんか偉そうな感じとかじゃなくて、もう悪魔クランのメンバーもレイドに慣れちゃって、できればウィンウィンの関係じゃないですけど、こっちもこっちで分かんない人にこう教えたりとかしたいなみたいになってきてるんですよ。ね、いろんな人交流したいなとかね、ありますんで、そこら辺はお互いにウィンウィンの関係ってことで交流していければなっていう思ってます。はいで、そうなの、やり方なんですけども、まずはこの動画のコメント欄の方にもうぜひぜひこの、企画というか、こういう試みちょっと面白いですとか、悪魔クランの人とちょっと交流してみたいなとか、軽い気持ちのいいんでコメント欄にぜひね、お寄せください、本当に。そしたらなんとか全力で楽しくギスギスとかもうゼロで本当楽しんでやりましょう、本当。でその後にAKM の悪魔クランコミュニティっていうのがあるんですよ、しらせゴールドね。でそこに入っていただいて、後日そのコミュニティで、今日僕ら5人出せます、3人悪魔クランの方どうですかみたいな感じで言ってくれれば優先的に行くようにしますんで、まずは交流しましょう。はい、楽しくギスギスしないで。でこういう形の、企画をちょっと考えてまして、クランメンバーさんとさっき打ち合わせしたばっかりでね、非常にそんなになんつうんだろう、もうディビジョンを盛り上げる気持ちがある方がね、クランに残っているんだなっていうので、僕は非常に嬉しかったんで、やりたいと思います。で僕も参加させていただきます。毎回は無理ですけど、ちょいちょい僕も参加しますんで、僕がいてもいいですよっていう方だったらコメントください。はい、しらせ NG とかって書いてもらっていいですか、コメント欄とかに。しらせ NG だけど、ちょっと悪魔 OK みたいなのとかもちょっとありです。はいこういうとね、冗談でしらせ NG って入れてくる人いると思うんですけど、はい、そんな感じでちょっとやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、で、そうだな、最後に、なんか話そうと思ったんだよな。そうそう、これ。もうしらせ離れがね、しらせが、ディビジョン離れがすごいんで、皆さんなんとか、盛り上げましょう。しらせがもう全然やってないっていうね、うん、でもあれしらせは全然やってないけど、大体しらせは射撃場にこもってなんか独り言でね、独り言で動画撮ってるだけだからこうなっちゃってるんですけど、はい、なんとかねしらせをデブショーのしらせをね引っ張り出してください、皆さんの力で、はいじゃあ一応今回こういう企画をやりますってことでお話しさせていただきました。ってことでまた、この企画面白いなと思ったら、まあ、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、あとは僕は Twitter の方と、まあ、インスタやってますんで、そっちの方のフォローもしてくれればね、まあ、人となりが僕はどんな人なのかなっていうのも分かると思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ではまたお会いしましょう。私から以上です。バイバイ。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。